はい、どうも、31歳、小道寺です。本日はですね、背取り転売系の話をしていこうと思います。で、タイトルとしてはですね、Amazon、メルカリ、PayPay、ラクマ、どこで出品すればいいというお話です。で、念頭に置いているのは、例えば、安く物を仕入れることができたと。で、どの販路、どこで売るのかっていう問題に直面すると。で、多くの場合、Amazon かメルカリというのが第一選択肢になってきていて、それは当然私も同じなんですけれども、一方で販売手数料が安かったり、ユーザー層が少し異なった PayPay、ラクマをどういうふうに使っていくべきかという観点で、実際に私が今やっていることもお話ししながら説明していこうと思います。で、この表は何度かこの動画のシリーズでは出しているので、詳しくは、昔の動画などを見ていただきたいんですけれども、PayPay は今収録している現在で販売手数料が実質3%というキャンペーンをしているので、メルカリ、PayPay、ラクマの中で最も PayPay フリマが販売手数料は安いと。そして送料についてはラクマが全般的に高く、メルカリが比較的安い上に、郵便局で送りたい人は、ゆうパケットプラスっていうのがあると。で、多くの場合は宅急便コンパクトを使うかと思うんですけれども、3センチ以上、5センチ以内の場合は、その時にラクマが送料すごい高いんだよみたいな話は他の動画でしているので、関心のある方はそちらを見てください。で、そもそも出品して売れるかっていう点で考えると、アマゾンが絶対王者であると。というのも、アマゾンのユーザー層っていうのは本当に老若男女揃っていて、めちゃくちゃ物が売れると。で、一方で、メルカリ、ラクマ、ペイペイというのは、基本的に、個人ユーザーが不用品を売るという観点なので、そもそも背取り転売とは少し違った、趣向であることは押さえておいてください。で、その3社のメルカリ、ラクマ、ペイペイの方を簡単に比べると、ダウンロード数で言うと、これが去年年末時点くらいなので、さらに異なって伸びてきてると思うんですけれども、メルカリがダウンロード数1億オーバーになっていると。で、次いでラクマが2000万オーバーなので、この差だけでも5倍くらい差があると。で、その次に最近参入してきた PayPay のフリマがあると。で、PayPay のフリマの方は、200万オーバー、ダウンロード数200万オーバーしたキャンペーンっていうのを昨年確かやっていたので、今いたとしても多分300万とか、まだまだラクマにも追いつかない状況だと思っています。で、特徴としてはですね、メルカリが他のフリマを利用しているユーザーのうち9割がメルカリも利用しているので、みんな使ってますよと。フリマアプリ持ってる人はみんなメルカリ使っていて、そのうち、そのうちで、メルカリだけじゃなくて、ラクマとかペイペイも、サブ的にダウンロードして使ってる方がいますよみたいな、そういった位置づけです。なので、フリマやってる方はもうみんなメルカリがまず頭に浮かぶと。で、ラクマの特徴は、もともとはフリルという女性向けのアプリで、特に服とかそういったものの、販売数が非常に多いと。なので、背取り転売の目線で言うと、ドラッグストアのヘルス&ビューティーとか、香水系とかハンドクリームとか、そこら辺はラクマは、メルカリに劣らず売れやすいかなっていう印象を私は持っています。で、ペイペイの方はですね、見てる限り、まだやっぱ新参なので、あまり傾向はないと。結構雑多に出品されてる感じがするので、
一体どの層が使っているんだろうというのは、ちょっと私は実はまだつかみきれていないと。で、PayPay でも出品しているんですけれども、やはりユーザー数が最も少ないので、売れ行きは非常に悪いと。で、出品手数料が、今、PayPay は3%でキャンペーンやってるんですけれども、普段は10%なので、使う理由は全くないといったような状況でした。でも今、その PayPay の方は、やはり、出品者も購入者もユーザーがとにかく欲しい状況なので、出品者に対しては販売手数料3%という3つのフリマの中で一番低いものを提示し、購入者に対しては、クーポン構成で安く買えますよというような形でやっているので、これからキャンペーンとかに乗って出品して、売っていくっていう使い方はしようとは思っています。で、じゃあ私がどういうふうに出品戦略取ってるかというと、まず Amazon で売れるものなら当然 Amazon で売ると。で、理由としてはですね、一つはやはりめちゃくちゃ売れると。回転数が非常に、早い。なので在庫を多く、部屋に、積む必要がなくガンガン売れると。で、小さいものであればクリックポストで自宅でラベル印刷して、あとは、梱包して送るだけ。しかも郵便ポストで行けるので、その点で出品のストレスも非常に少ないと。で、Amazon のデメリットとしては、出品規制とかがあったりして、そのアカウントごとに、今はちょっとあんまり詳しくないんですけれども、出品できたり出品できなかったりと。例えば昔から持っているアカウント、私とかも割と昔から当然セドリをやっていたので、長年使っているので、出品できるカテゴリーは比較的多いんじゃないかって思うんですけれども、最近これから始めようっていう人の場合、出品できないカテゴリーが結構多かったりすると。で、Amazon で、セドリ系で唯一、安定して出せるのは古本。なので、ブックオフで仕入れて Amazon で売るっていうのは、セドリの第一歩っていうのは割と有名な話だと思いますし、逆にそれ以外の分野、例えば新品の化粧品とかっていうと、また真贋調査とかそういったまた別の問題が入ってきたりもするので、仮に出品できたとしても。なので、Amazon は比較的ですね、出品のハードルが高いんじゃないかって私は思っています。だからこそ、その個人が自分の不要品を売買するメルカリやラクマやペイペイが台頭してきていると。で、今回はAmazon で売れるものは売れるものなら売るっていうのが大前提として、Amazon で売れない場合どうするかといった点で話すと、基本的に一つしか持っていないものはメルカリで売るのがいいと思います。で、メルカリは他の2つのアプリと比較して、デメリットとしては販売手数料が10%で高いっていうのもあるんですけれども、やっぱり売れないと手元に現金は入ってこないし、部屋のスペースは減らないと。なので、多少他の2つのアプリに比べて回転数が遅くて、回転数が早くても薄利で回していけるので、メルカリの方がいいかなと私は思っています。で、2つ以上保有している場合ですね。この場合、1つはメルカリで当然2個とも出品するっていう手もあると思うんですけれども、そのユーザー、買うユーザー目線からすると、この人同じもの2つ出品してる転売ヤーだ、買うの嫌だなって結構思うと思うんですね。なので、私は、出品は基本的に1つの商品につき、メルカリの場合についてはもう1つしか出してません。結構2つ3つとか業者っぽく並べてる人もいるんですけれども、あれはあんまりいい手ではないかなとは個人的に思っています。なので、2つ以上保有している場合は、最も回転率早く売れるメルカリ、プラスラクマで売っています。
で、ラクマの方は販売手数料がやっぱり安いので、利益率が高くなると。で、メルカリとラクマは多少ユーザー属性が異なるので、必ずしもメルカリの方が早く売れるっていうわけじゃなくて、ラクマの方が早く売れたりもするので、まあその点でまあ2つ出品していく、しておくことは、まあ、回転率の速さにもそこはつながるんじゃないかなと。でですね、あとはプレミア商品。プレミア商品定義いろいろあると思うんですけど、私の中ではだいたい1万円超えのものを、フリマアプリで売るっていうことは結構高いものだと思っていて、なぜかというと、販売手数料がメルカリだったら10%取られるので、1000円、あ、1万円のうち1000円持ってかれると。で、それに対して、ラクマとか、まあ、ペイペイフリマだったら、まあ3.85%か、ペイペイで3%なので、1万円だったら、まあ300円か400円っていうところ。なので、で、プラス、要は送料で、まあ宅急便で送ったとして700円とか800円で、販売手数料プラス送料で1万円のうち1000円で済んでしまうので、まあその点で、ラクマとかペイペイのフリマは結構割と高額商品を売るのには向いていると。で、なぜかというと高額商品ってあまり回転率が良くなかったりするので、そもそも。で、高額商品とか少しマイナーな商品の場合は、わざわざ検索して探す人が多いと。で、できるならば安く買いたいと当然思うので、メルカリとラクマとペイペイのフリマ3つで検索することは全然するはずなので、その点で結局一番安いところから買うと。で、まあ、仮に同じ値段で売れるんだったらば、ラクマかペイペイの方が売る側としては利益が高いと。なので、少し高めのものを売る、かつそこまでいつかはこの値段だったら売れるだろうっていったものを出品する場合は、メルカリよりかはラクマとかの方が利益率が高いのでいいんじゃないかなと思っています。で、まあ、出品戦略にとしては、まあ、同品質のものは安いものから売れるという大前提を忘れてはいけないと。で、例えばメルカリを見て明らかに業者というか、まあ、直接どっかから仕入れて流してるんだろうなっていうような商品と勝負するべきではないと。で、まあ、アマゾンで出品できれば一番いいんでしょうけれども、やっぱりジャンルとか商品によっては規制がかかっていて、そもそもそこで売れないっていう話になると、まあ、メルカリが第一候補になると。で、商品名検索してみると、なんかものすごいさばいてる人がいて、この価格では絶対に自分は利益出ないっていうようなやつがあったら、もう潔く諦めると。で、自分が出品した後に3日ほど売れないようであれば、まず価格チェックをしてみると。で、それは Amazon も含まれていて、Amazon の価格とメルカリの販売価格っていうのは大体イコールになってます。で、理由としてはメルカリユーザーは Amazon の価格と比較して販売するので、そうすると Amazon とメルカリの価格はほぼイコールに近づいていくと。それはやっぱり需要と供給のバランスがこの2つの、プラットフォームでは、まあ、需要と供給の、ですね、経済的な、まあ、動きというか、それが成立しやすいと。で、それに対して、PayPay とかラクマは、まだユーザー数がめちゃめちゃ多くないので、少しメルカリと Amazon とは、異なった価格、まあ、高くも安くも両方ともあり得るんですけど、で、売買されていることがあると。なので、そこら辺はやっぱりキャンペーンとか、集客、使っているユーザー層が微妙に違ったりするので、まあ、うまく分散して、どこのプラットフォームで売るかっていうのを複数在庫を保有している場合は、分散して売ると、意外と、あれ、こんな値段でここだと売れるんだ、みたいなことがあったりするというような話になります。では、本日はこの辺で終わりにしますので、よろしければ、いいねやチャンネル登録の方お願いします。